ジョン・モンタギュー、第四大サンドウィッチ伯爵ジョン・モンタギュー、ジョン・モンターギュー、フォース、アール・オブ・サンド、1718年11月3日から1792年4月30日は、イギリスの貴族、政治家、海軍教、国務大臣など閣僚を務めた一方で、ジェームズ・クックの太平洋探検航海の有力な支持者の一人として、活動、音楽家のパトロンにもなった。 サンドイッチの由来とも言われる。1722年に父のヒンチングブルーク主爵エドワード・モンタギューが急死したため、1729年に10歳で祖父の第三大サンドイッチ博、エドワード・モンタギューから尺を継いだ。イートン校を経て、ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジで学んだ後、しばらく諸国を留学した。 1739年に帰国後、ベッドフォード公爵ジョン・ラッセルから貴族院の席を継ぎ、ほどなくして海軍卿となった公爵の下でアドミラルティボード、アドマールティボードのコミッショナーに就任し、陸軍大佐にも任ぜられた。1746年、全権大使としてブレダ会議に派遣され、オーストリア継承戦争の講和条約であるアーヘンの馬役の締結に至るまで、 和平交渉に参加した。1748年2月から1751年6月まで海軍教に在任。1753年8月に国務大臣となるが在任中にウィルクス事件が勃発する。1763年、急進的な先導政治家の保育党員、ジョン・ウィルクスが自ら発行したザノース・ブリトン氏の第45号で、 ジョージ三世を攻撃するとともに、閣僚の地獄の日クラブスキャンダルを暴露したのだ。ジョージ三世は激怒し、地獄の日クラブの中心人物の一人でもあった、サンドウィッチ博が人頭に立って名誉毀損その他諸々の罪で、ウィルクスを告訴、逮捕投獄した。これに奮撃した民衆は、ウィルクスと自由、四十五号を合言葉に、ウィルクスの釈放を求めて、大暴動を起こした。 コベントガーデン劇場で騒動後間もなく上演された、ジョン・ゲイの記録的ロングラン作品、古事記オペラで、サンドウィッチ博は、盗賊、マクヒースを陥れる登場人物の描写によって一連の行動を通列にひにくられてしまい、おかげでありがたくないイメージが長く付きまとうことになった。事件後も、閣僚の座に泊まり1763年に再度、海軍大臣に転任。 1768年に、郵政公社総裁、1770年に、国務大臣、翌1771年から1782年に3度目の海軍大臣を務めた。1741年に、初代フェイン子爵チャールズ・フェインの娘、ドロシー・フェインと結婚し息子ジョン、1743年から1814年を授かったが、ドロシーは、 健康を害し発狂した。サンドウィッチ博は、オペラ歌手、マーサレート16年間の幸福な愛人関係を、過ごし、作家、法律家、博愛主義者として活躍したベイジル・モンタギー、1770年から1851年、ラ・オークの諸子に恵まれた、1779年4月に、例は、嫉妬に狂った恋人に、コベントガーデン劇場の階段で射殺されてしまった。 サンドウィッチ博はこの板でから立ち直れず1782年3月に引退1792年4月に死去した。サンドウィッチ伯爵位はジョンが継承した。軽食サンドウィッチは第四大サンドウィッチ博の名を取って命名されたと言われているが、伯爵が発明したわけではない。詳細はサンドウィッチを参照されたい。パンに挟んだ干し肉を片手に、 カード賭博に興じるサンドウィッチ博の逸話は当時のフランス人による随筆に紹介された噂話に過ぎない。白爵の電気作家によると海軍、政治、芸術と大忙しだったためにサンドウィッチは賭博台よりは執務の最中に仕事机で食されただろうと言っている。パンにいろいろな食品を挟んだ食べ物は古来より存在し、 ヨーロッパでも、サンドイッチと呼ばれる以前から存在していた。ちなみに伯爵にサンドイッチを教えたのは、グラウビュンデン共和国生まれの伯爵の義兄、ゼロームドサリスだという説も有力である。サンドイッチ伯は、ジェームズ・クック、キャプテン・クックの太平洋探検の有力な支持者で、探検隊の小船、エンデバー号、レゾリューション号、アドベンチャー号、ディスカパリー号の購入と偽装には、 海軍本部の予算が当てられた。クックは伯爵にちなんで、1778年に発見した今日のハワイ諸島をサンドウィッチ諸島と命名し、サウスサンドウィッチ諸島とアラスカのモンタ牛島にも伯爵の名前が残っている。海軍から引退した後、伯爵は音楽に勢力を傾け、遠心と音楽、伯爵の定義による20年以上前の 古い音楽の有力な擁護者となった。イタリアのバイオリン奏者、フェリーチェ・ジャルギーニのパトロンにもなり、エンシェントな及び現代的なキャッチ、臨床、グリー、マドリガルをプロの歌手が歌う、キャッチクラブを創設した。ヘンデルのオラトリオ、マスク、仮面劇、オードの演奏会を指定で模様し、カノン風のエンシェントな曲目の演奏を広く、紹介するための、 エンシェント音楽のコンサートの開催にも尽力した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。